回させていただいています、はい、でここに私来ていいですか、はい、いいですよ、どうぞ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 、はい、すごいですね、なんか立派なところで、はい、こんにちは、画家でジャーナリストの増山玲奈です。あ、すいません、さっきの読み仮名を間違えるといけないので、もう一回見ながら、はい、すいません、もう一回取り直します。はい、はい、こんにちは、画家でジャーナリストの増山玲奈です。本日は沖縄で最大 の、 あの観光業の、経営者でいらっしゃるかりゆしグループの会長さん、平長慶さん の、 あのとお話しさせていただきます。平さん、はじめまして。はい、どうもはじめまして。今日はよろしくお願いいたします。どうぞどうぞよろしくお願いします。はい、あの平会長は尾長県知事が誕生された選挙の際に、その沖縄で米軍基地があるということは発展の阻害要因だと、経済発展を阻害する要因だということをおっしゃってたと思うんですけれども、あの具体的にどういう部分がその阻害要因となっているのか、この背景を教えてください。はい、まあ、あの本土復帰で今年で42年目になりますけど、その本土復帰の時から、まあ、40数年前からですね、あの基地経済が占める、沖縄の経済ですね、占める割合というのは、復帰の時点で約 15% ぐらい、まあ、それが、もう現在では 5% を切っている、あの総所得に対するね、まあ、そこまで、あの基地から派生する経済というものは沖縄全体の経済のもう 5% を切った状態になっているというのがまず一つの大きな部分ですね。それから、あのなぜ阻害要因になるかというと、要するに、沖縄の基地というのは沖縄県民が求めて作った、基地じゃなくて、強制接種によって、奪われた土地なんですね。それを今、囲まれているわけですね。ということはやっぱり沖縄にとって一番立地のいい場所が基地があると、沖縄の、土地の構成上ですね、一番いいところに基地がある、この一番いいところをやはり開放することによって沖縄の経済の発展はさらに進んでいくと、まあ、この一つの事例として、まあ、新都心というのがあって、まあ、そこなんかというのはちょっと今数字を持ってないんですけども、確か雇用効果で190倍ぐらい、それから経済効果でですね、約、120倍ぐらいの今効果が上がっているはずなんですね。それから北谷町を見ても、はい、もう人口増加含めて、はい、あれだけのリゾートの町に変わっていっている、まあ、そういった意味の中で沖縄にはその米軍が持っていた の、米軍基地を返還後、要するに、非常にこの様変わりをしている、まあ、これを沖縄県民そのものが実感として分かってきた、やっぱり肌の感覚、はい、もう肌の感覚として分かってきたっていうのが、はい、すごく大きな、はい、あの説得力になると思うんですね。ですから私が基地がなくても沖縄経済発展しますよと、はい、いうことを、今言ったらですね、やっぱりきっちりこうみんな、ここにストーンと落ちる今状況になってた、はい、やっぱ環境が変わってきたということですね。これが一番大きいです、はい、それで、まあ、そういったことがですね、やはりその沖縄がこれから日本に果たす役割ということは、はい、その基地があって軍事の中でやった果たすんじゃなくて、はい、やっぱりアジアを見据えた南の大きな一つのエンジンとして、はい、沖縄がこれから日本にあの果たす役割というのはこれからが大きくなっていくんです。なるほど。新都心と言われるのは県の博物館があるエリアですか？そうです、はい、那覇市のちょうど中心になりますよね。はい、うん、そこにはあの免税店もあったり、はい、美術館もあったり、はい、の免税店には韓国や中国や台湾の方々がたくさん来られるっていうことを、はい、先ほどタクシーの運転手さんに教えていただいたんですけれども、はい、実際街の様子っていうのはその、基地がなくなって開発が進んで随分変わったんですか？うん、はい、やっぱりここがものすごくその効果としては、はい、一番実績を上げている
町になってますね、はい、やっぱり ものすごく人の活気というか雇用がですね、はい、その時に、確か、180名ぐらいの雇用しかなかったのが、はい、今はもう、十何万人っていうですね雇用が生まれてるわけですよ。そんなに増えてるんですか、はいはい、これあの、まあ、きちっとしたデータ出てると思います。今日はちょっとデータあまり持ってないんで申し訳ないんですけども、はい、そのような形でやっぱりこう、もう目で見ても一発でこう分かる。なるほど、ね、やっぱりその基地がない方がやっぱりものすごくその、例えば都市計画を作るにしてもですね、はい、やっぱり基地があることによっていろんな制約を受けます。はい、そういったものが全部撤廃されますので、はい、やっぱり道が住みやすい環境作りができるわけですよね。なるほど。あの昨日あの狩吉のリゾートホテルさんの方に泊まらせていただいたんですけど、はい、すごく絶景 の那覇市とちょうど、うん、すいません途中忘れてしまいました、那覇市と の境界線ぐらいのところにあるんですよね。あのビーチの方ですか。はい、いやいやいや全然違いますか。あの名護市と、はい、まあ、うちは女那覇市じゃない名護市でした。すいません女村にありまして。今は女村でした、はい、ごめんなさい。女村にあって、はい、まあ、あのうちのホテルが、はい、名護市との境界線です。あ、そうでした、すいませんでした、はい、その、名護市にもし今辺野古の基地建設が進められようとして住民の方々が戦っておられると思うんですけれども、あそこに飛行機がもしバンバン飛んでしまったら、うん、あの綺麗な海を見ながらその音がこう邪魔をしてリゾートの質が下がってしまうなっていうことを泊まってすごく感じたんですけれども、うん、まさにおっしゃる通りですね、はい、やはりその沖縄っていうのはまあリゾートイコールあえば楽園なんですよね、はい、やっぱりこの楽園の中に、はい、オスプレイは似合わないですよね。そうですよね、はい、やっぱり楽園に似合うのは蝶々とかね、はい、うん、それから鳥とかね、はい、そういった自然のさえずりっていうのが一番似合うわけであって、はい、あの低温で発する、オスプレイなんていうのはもうとてもとても似合う場面じゃないし、はいはい、この楽天がいっぺんになんかまあ、地獄になっちゃうようなね、はい、イメージになっちゃいます。ですからやっぱりリゾート地っていうのは楽園をみんな求めてくるわけですから、はい、そういったものはやっぱり絶対にない方がいいというのことは間違いないと思いますね。はい、あの今すでにその毎年観光の、沖縄への来られる方々がどんどん増えてる状況だと思うんですけれども、うん、もしこの基地がなくなっていったらさらに観光客の方は増えると、あの平会長はお考えですか。はい、やっぱり間違いなく増えますね。これはどうしてか言いますと、地理的いわば条件というのがありましてね、はい、優位性ですね、はい、あの沖縄というのは一つの、まあ東アジア、はい、あるいは東南アジアを含めましてね、その沖縄の持っている位置っていうものはものすごくいい位置にございます。これはどうしてかと言いますと、例えば仮にこの、円で示すと3000キロぐらい、はい、まあ、3000キロと言いますと飛行機でですね、はい、大体、3時間から3時間半ぐらいの大体、飛距離なんですね。ということはその3000キロを沖縄中心に円を描きますと、ちょうど北海道がすっぽり埋まるところですね。そのぐらいの距離に、はい、今、本土には1億2000万ですよね。この沖縄からその3000キロを円を描きますと、中国を含めてミャンマーとか含めてベトナムを含めて入るわけですね。そうするとそこの人口が20億人いるんですよ。ということは日本の約20倍の人がそこに住んでいる。で今そこに住んでいる東アジア、その東南アジアを含めてこの方々っていうのは昔はその世界の工場として一つの工場っていう感覚だったんですけども、今は非常にこの経済が発展をし、今はどっちかといえばもうマーケット、市場として扱われているわけですよね。この市場が沖縄からたった3000キロの間に20億っていうってことは、もうこれ将来においてものすごく大きな、マーケットとしてね、はい、あの捉えてることができると、まあ、そこにどういう場合に沖縄を働きかけていくか。ですから沖縄のポテンシャルってのはものすごく高い地域にあるということですね。
本当にそうだなと今お話を聞いて改めて思ったんですけれども、この安倍首相、日本政府も沖縄に基地を置くところということではなく、もっと日本をひょっとしたら救出してくれるかもしれない、そういう可能性を持った場所だということを理解して、その魅力を、活用して盛り上げていけたらいいのになっていうことを沖縄に来てすごく思います。はいはい、ですから日本の歴史も見てもですね、はい、徳川幕府時代にですね、はい、開国ができない時に、はい、その沖縄を一つの経由として、そのアジアとのいわば貿易をしていた時代があるわけですね。これは薩摩の方が、間に入ってやってるわけですけども、開国はできないけども鎖国の中において沖縄っていうのがきちっとした活用されていたということの歴史の昔の歴史のいわば立証もあるわけですから、まさに沖縄がそういうですねアジアを結ぶ大きな日本の南の玄関口の拠点になると、だそういった意味の中でその経済発展に含めてやっぱり沖縄が果たす役割っていうのはものすごく大きな役割になっていくと思います。だからやっぱり軍事的なものだけじゃなくてですね、やっぱり安保っていうのはやっぱり日本全国等しく平等に受けるものであるんであって、沖縄だけに過去なその集中をさせるということはとても不条理だなという感じがいたしますね。はい、ですからそういった意味の中ではその、国の安全ということは日本全国民が一緒に考えて、やはりその沖縄が果たす役割っていうのは南の玄関口としてのやっぱり日本の将来の窓口玄関としての扱い方をやっぱりしなければ僕はいけないと思ってますね。なるほど。今日本の中でヘイトスピーチだったり中国や韓国の方を批判しすぎるような本が売れていたりっていう状況があると思うんですけれども、そのお互いが仲良くなる、沖縄に来てお互いのいいところを知っていくというような、そういう拠点にも沖縄がなり得るんじゃないかなと今お話を聞いて思いました。はい、だから、沖縄の歴史を見ていても、ヘイトスピーチみたいなのたくさんありますけどね、沖縄は一度もそういったことに屈したこともないし、やっぱり、琉球王国であったときに、日本ともそれから中国とも東南アジアとも同じようなレベルの中でのずっとその交流をしていたわけですよね。これも歴史がきちっと語ってます。そういったところに琉球っていうのはあるいは沖縄っていうのは果たす役割があると思うんですね。ですから私はこれからも沖縄っていうのはそのいわばアイデンティティを持って、はい、やっぱりしっかり、日本にものを申しながら、やっぱり日本という国がアジアの中でしっかりこう発展をしていくというような、役目を果たすのは僕は沖縄だと思っております。なるほど、ありがとうございます。最後に、かりゆしグループの会長さんとして、沖縄の魅力ですとか、かりゆしグループの魅力というか、そういうことをアピールしていただけたらと思うんですけれども、はい、うちのホテル ね、アピールというのも沖縄というその、一つの、その地理的位置のいわば、ポテンシャルが高いということ、これは本当に私も世界100カ国以上行ってますけども、やっぱり、行けば行くほど、それは知れば知るほど沖縄の魅力っていうのがやっぱりものすごくあるということをですね、一口に、なかなか言えないんですけども、そういった私がやっぱり外に出て見てやっぱり沖縄っていうのの良さがますます分かってきたという意味の中では、これからもっともっともっと魅力が出せる地域になっていくと思いますから、その地域の中に、うちのホテルがあると。ですから、うちのホテルに泊まっていただいて、満足して帰っていただければ大変私もありがたいなというところでございます。はい、沖縄は文化にしても食べ物や、着るものや音楽やいろんなものが中国や韓国やアジアの文化と日本の和の文化もなんかミックスしていて、すごくアーティストとしても不思議な感覚をいつも覚えるんですけれど、どこか懐かしいような、
のひょっとして私が懐かしいだけじゃなくて中国や韓国や台湾の方が来ても懐かしいなっていう感覚があるんじゃないかなというふうに思いました、うんうん、あの私の娘が、はい2番目の娘ですけども、はい、あの今、画家をやってるんですけどね。そうなんだ、はい、ひょっとして飾ってあった、はい、て油彩で描いた琉球の着物を着ておられたあの絵ですか。はい、とかいろいろ、まあその絵だけじゃなくてもっとあるんですけども、はい、こういったその絵っていうよりも、はい、やはりその彼女の映画の一番大きな特徴っていうのは色使いなんですよ、はい、やっぱり他の人との色が全く違うんですね、はい、やっぱりそれは持って生まれた沖縄の地だと思うんですね。ですからいろんなこの表現をするときに、あのちょっと私の娘が今東京いますけども、はい、やっぱり東京しばらく行って絵を見るとですね、はい、やっぱり色がちょっとくすんでくるんですよそうなんですか、うん、それでやっぱり沖縄に戻って、はい来るとまた色が鮮やかになっていくんですよ、はい、これってのはやっぱりその心の変化っていうのか、はい、こういったことがやっぱり絵の中に表現をされていくんですね、はい、ですからそういった絵の中ではその沖縄のその魅力っていうのはそういったその色彩にあるではないかなって気がいたしますね。なるほど、私も沖縄に来るといつも元気をもらって、はい、それはあの色彩だったりあの太陽だったり海だったりいろんなことだと思うんですけれども、何かこう根本的な人を元気にする力が沖縄にあるような気がします。はい、沖縄人はもう本当に誰でもすぐ受け入れますからね、はい、要するに沖縄の言葉でイチャリバチョーデっていうのがあって、はい、これは直訳すると会ったその日から友達っていう意味なんですよね。だからイチャリバチョーデっていう沖縄に素晴らしい言葉がありますから、まさに沖縄の人たちっていうのはどういう人でも受け入れたんです。これがもう歴史上もきちっとあの出ていますし、ですから中国とも、薩摩あるいはの人たちともですね、はい、非常にこう交流をしてるわけですよね。それから台湾も含めて韓国の皆さんも含めて、ですからそういった意味の中では、来るものは拒まずで、はい、会ったらその日から友達、イチャリバチョーデっていうのが沖縄の言葉なんで、でもう一つはね、はい、メンソーレってありますよね、はい、いらっしゃいませっていう意味で、沖縄のことメンソーレっていらっしゃいませですね。で、さよならって言葉ないんですよ、沖縄の方言に。そうなんですか。沖縄のさよならじゃなくて、はい、またんメンソーレなんですよね。で、またんメンソーレっていうのは直訳するとまた来てくださいっていうことなんですよ、ね、ですからさよならっていう言葉がないんですね。ですから、あの会ったその日からと思ってイチャリバチョーデ、それからメンソーレ、またメンソーレそれが沖縄ですから、はい、非常に懐が深い地域です。なるほど、ありがとうございます。貴重なお話を聞かせていただいて本当にありがとうございました。どういたしまして、ありがとうございました。これであの大丈夫です、ちょうど30分ありました。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、うん。